吉田さん、幼い頃はこう思ってたんですよね大人になったら何でもできると今はまだ子供だから力がないしお金もないし時間もないから限られたことしかできない夢しかないけどもいつか大人になったらできるんだ大きくなったらできるんだと思ってましたねで実際大人になったらあ,あもう子供じゃないからできないよみたいなねそんな発想になってきてじゃあ一体いつやるんだみたいなことになってくると思うんですよ 吉田さんはね、私よりも10歳若いんで、うん、常識的に考えたら私の発想ってのは、もう若い人にはやっぱ勝てないよね、みたいなことをね、言うんだろうなと思うんですよ。でも私はね、そう思いたくないですよね、逆に。いや、あまだ若いやつに負けてられっからこっちはね、10年のアドバンテージがあるんだよ、みたいなね、感じですよね。それこそね、やっぱりねこう、若い子にはもうかなわないよね、とかいう時点でもう終わってると思うんですよ。うん 若いいには負けへんでみたいなね戦後のなんかね親父みたいな魂それが今失われてるんじゃないかなと40代50代になって頑張れようと思いますよねまだ大して経験もないし勘違いしがちな若いもんに負けてられっかみたいな感じですよねで逆に自分が若い時はもうなんか年取ったおっさんとかに負けてられっかよってもうお払いばかだよあんなやつらみたいな感じでね 若さ一番だよねみたいつまり一生生き生きでいろってことですよで勝負を挑むならね勝負を挑むなら叶いそうにないものに対して挑んでなんぼだと思うんですよねまあ確かに吉谷さんは今の時点でのアドバンテージもあるし動画の量産のアドバンテージやモチベーションもあると思うんですよねというのは私はもうやらなくてもよくなってるんですよやらなくてもよくなってるから もしかしたらどっかでやーめたっていうそういう風なね気持ちが湧き上がってくる可能性もあるんですよねどちらかというとそういったもうやーめたっていう気持ちが湧き上がってこないようにこの負けづらい魂をねさらに際立たしていこうかなといや仮にそのね勝負に勝ったからどうだったんだ負けたんだからどうだったこれ全くないわけですよ勝とうが負けようが何にもないわけですよ何にもないけどもなんかねでもなんとなく 自分からさじを投げなないいぞみたいな気持ちがこうあるわけですよねで60になったら1万本上げるとか言ってね私は70になったらねもっともっとね工夫と知識と見識を身につけてさらに活動的になるんじゃないかなっていう気がしますけどねだから常識的に考えたら年を取ったらどんどんできなくなるっていうふうにおそらく吉田さんもその常識に毒されてるんじゃないですか違う私の考えてるこの常識 を破る発想ってのは多くの方が常識にとらわれてる時にそうじゃない人間になっていくことですよね。えこんな70代いるのみたいなね。そんな一部の人しかなれないような70歳に今からね二十数年かけてなっていこうじゃないかと思ってますよね。でその時はね本当にいよいよとなったら、まあ、私のシークレットアカウントからの動画も全部ね この統一アカウントにぶち込んんででいいってもいいかなと思うんですよそっちの方はね結構ね再生数取ってますからね爆伸びするんじゃなないいかなと思いますね、うんまあけどそうなるとね私が匿名でやってきたアカウントがばれ、まあ、ちゃうんでちょっと悔しいですけどねでもこれもね今はばれたくないと思ってるけど多分70になったらばれてもどうってことないじゃん自分の人生なんだからみたいにね。 ななるかももしれないですすそのの心境の変化も起きやうん、まあ。ということでね何が起こるか分からないけども、うん、でも分からないからこそ分かってることだけはしっかりとやっていこうかなというところですね。じゃあ今日も一日始めようかな。2時35分私の一日スタートです。